の。はっくんそれちょうだい。おいで。We can have a look. You wanna come outside, Haku? Come outside. よかったね。Haku。Haku よかったね。Haku おいで。おいで。ほら、ここでいっぱい遊べるよ。リビングはこんな感じで、前のお家より結構広いかなと思います。需要があればルームツアーみたいなのもやろうかなと思います。ただ全然私家具とかはこだわりがないので、そこまで。そんなにおしゃれな家には仕上がらないと思うんですけど、そう、こんな感じで毎日引っ越し作業しています。ここが私のメイクアップの撮影スラッシュ、仕事部屋になるんですけど、今荷物をもうぐちゃーって持ってきたので、これから片付けをしていこうと思います。大変だ。この人も来てます。寝たら？寝たら？大丈夫？こんな感じで今昔の家にあった荷物をとりあえず置いてみたって感じで、でこっち、あ、こんにちは。ここに、ダイニングテーブルを置こうかなと思ってます。疲れたよね。でもね、昨日は夜中もちゃんと寝てくれたからよかった。ご飯も食べたし、お水も飲んだし、トイレだけだね、あっくん。私の仕事部屋がざっくり完成しました。こっちの棚ちょっとまだとりあえずバーって収納したっていう感じなんですけど、まあいい感じですね。で、このマットレスはどうしようかな。誰か泊まり来た時にこれをベッドにしてるんですけど、とりあえず置くところがないのでここに置いてるっていう感じですね。なので今日からお家で仕事をするときはこんな感じでめっちゃ日を浴びながら仕事しようと思います。頑張る。で、この机は IKEA ですね。で、これは K マートだったかな。で、こっちの棚も K マートです。ちょっとバスルームもある程度できたので、こんな感じ。結構オーストラリアのバスルームはこんな感じが多いかな。トイレがあって、シャワーがあるよ、みたいな。で、無駄にここガラス張りだよ、みたいな感じですね。このね、これキャンドルなんですけど、私ちょっと前になんかマーケットで買ったんですよ。めっちゃ吐くじゃんって思って。アンドレはもう一個のバスルームを使うみたいなんで、ここは全部私のスキンケアをまとめて、上がヘアのストックとか、最近このね、ミシャのスプレーを買ったんですけど、すごい良かった。あとクリームとかエクスフォリエート系のスクラブとかね、セラムとかが置いてあります。こっちはクレンジングとか、あと最近使ってるスキンケア、まあ私結構本当にいろんなものを使ってるんですけど、最近ね、このミグハラとか、あとこれも使ってるかな、ニードルショット。あとは私の大好きなフォレオもここに置いてます。これ前回私も紹介したんですけど、ニキビできそうな時にこのパウダー使うとかなり抑えられます。ここにピアスとかなくさないように一旦保留所っていう感じで、これは中身は違いますけど貧乏症が発揮してます。ハくんずっとついてくのやめてくれる？なんか足がすごい、なんか行っちゃいけない方向に向いてるみたいな感じに見えるんだけど、痛くないのそれ？大丈夫？ちょっと見せられないかもしれないんですけど、めちゃくちゃ景色が良くて、バルコニーが広いから最高。もう今日洗濯3回回してます。ベッドカバーとかもね洗って、気持ちいい。ハク疲れたね。
ちょっとじゃあお昼寝しようか。今前のお家のボンドクリーニングとあとペストコントロールとかが終わったんですけど、もう空っぽです。まあ、ちょっとまだいろいろやらなきゃいけないことはあるんですけど、こんなところに住んでました。このお家すごいね、キッチンがかなりメインにでかいお家だったから料理するのは良かったんですけど、まあ、ちょっとスペースがねあんまりないよっていうのと、あとめっちゃプライバシーがないの。あっちの家の人とかさ全部見えちゃう。なんでこのブラインダーを全部下げてなきゃいけなかったんですけど、下げててもちょっとシースルーみたいな感じで、あんまりねカンフタボーって感じではなかったかもしれない、正直。バイバーイ。できるわけこれ。何？薄ピンクのさ、まあ、ケイティすごい本当にナチュラルメイクにしたら、うんうん、あんまり映んないよね。そうかもしれないね。なんかみんなさ、あ、私何もしてないよ。いや、ちょっとやっぱしてる、うん、してると思う。だけどあんまりこう、なんかキリッとした感じにはしない。なんかきつい感じじゃないってこと、こう感じ、なんかちょっとヌーディーカラー系、ヌーディーカラーがいい気がする。この洋服とかのマタニティフォトの感じだったら、こうなんか白とかベージュ基調にしてさ、みんなやってるもんね。はい、ということで今日はマタニティフォトのメイクをやっていきます。アイブロウはまずペンシルでベースの形を整えて、パウダーで太さを出していきます。で、毛並みが足りないところはさらにリキッドのペンシルで一本一本描き足すといい感じになります。はい、カミカミです。で、しっかり写真にも映るようにアイシャドウはね、上の方までのっけて少しスモーキーな感じにしました。で、アイラインはナチュラルに仕上げて、つけまつげで目元の存在感を出していきます。で、ここでファンデーション、コンシーラーですね。なんで目元を先にやるのって聞かれること多いんですけど、まあ、単純にアイメイクの時に粉飛びとかこうグリッターとか落ちてもスッと拭き取れるようにっていうことです。はい、それだけでした。で、コントアリングは写真映えもするので、ナチュラルメイクの時でも結構しっかりめにやっていきます。で、今日はチーク、ハイライトをほっぺの中心に乗っけて、少しこうふっくら優しい感じに仕上げました。普段のこのお友達の感じも残したかったので、下まぶたはあんまりやりすぎずすっきりとした感じにしました。で、最後に今日のリクエストのヌーディーなリップをつけて、少しラメでツヤ感を足したらメイクが完成です。前回のパーティーメイクとはまた違って、うん、多分ちょっとこううつむいてくださいとか、うん、そういうショットもあると思うから、うん、めっちゃ可愛いよこれで。あのドレス着たら綺麗じゃん、うん、めちゃくちゃいいと思うよ。めっちゃいい、自然なの。やりすぎないっていうのが今日のポイントですから。やつきらめきを、体もね、うん、結構出ますから。いい感じです。ごめん、時間が大丈夫かな。綺麗で、かわいい。めっちゃ素敵、ね、かわいい。ほら光ってるよ、ね。来ました。チキン食べたことないよ私、ここで。これがビーフタロファ、これ豆フェイジャオっていう豆で、コトといます。そうなの、見せよう。美咲によろしくって言ってた。あ、じゃあ say hi。 say hi。 いただきます。それはアジアが一番行きやすいよ。
ちはドッグビーチになってます。かわいい、ハッくんほら、おハッくんも来たの。